動画をご覧の皆さん、こんにちは。武藤亮です。今回はたまには真面目に問題を解説しますということで、予備試験の過去問の、解説をしていこうかなというふうに思います。今新しくそのブログの方で新しい記事を書きまして、それが平成29年予備試験刑法の項の在籍について検討しますということで、至って真面目なその過去問の解説記事っていうものを書いてみました。あまりブログではそういう過去問の解説とかそういう法律を詳しく解説するっていうような記事はあまり書いてこなかったんですけど、今回ちょっとお試し的な感じで、こういう記事を書いてみようかなというふうに思ったんですね。で、詳しくはブログの記事の方を読んでいただければと思うんですけれども、この動画ではそれの補足的な内容として、補足的なことを説明していこうかなというふうに思います。ブログの方でその過去問について解説をしてるんですけど、それに従って答案構成を実際にやってみるっていう動画を今回撮っていこうかなというふうに思います。でですね、使用している問題は平成29年の予備試験の刑法ということなんですけれども、問題としては以下の事例に基づき、項及びオスの在籍について論じなさいということですね。で、ブログでは、項の在籍しか論じていないんですが、ナンバリングをやるとすると、第1、項の在籍、第2、オスの在籍というふうになるということですね。で、これでは、今回は第1のところを論じていくよということですね。実際これ読んでいくと分かるんですけれども、このナンバリングをしていく順番というのも非常に大事になっていく。ナンバリングというのはどういうふうに構成していくのか。今こういう答案構成はどのように構成されていくのかというのは非常に重要なので、このブログとこの動画っていうものを行ったり来たりしながら勉強していっていただくと、いいかなというふうに思います。はい。で、ずっと見ていくと、第1のブロックで論じるべきことを確認しましょうということで、項の在籍ということですね。で、読んでいくと、殺人未遂罪と殺人罪の、成否を検討するというふうに書いてあるんですね。で、1のナンバリングで、殺人未遂罪、2のナンバリングで殺人罪、そして結論は3のナンバリングということですね。なので、こんな感じになるということですね。で、さらに見ていくと。で、殺人未遂罪について見ていくと。本当に、詳しくはそのブログの方を見ていっていただければいいんで、ちょっと今は、読んでいるという前提で、ちょっと見ていくんですけれども、殺人未遂罪のところを検討していくということで、構成の決定というところがあるんで、括弧1で、実行行為性と。で、括弧2で、実行の着手時期と。で、括弧3で、結果と。括弧4で、故意ですね。で、括弧5で、結論ということですね。結論ということになります。こんな感じでナンバリングが決定していきますということですね。で、ここら辺で詳しい説明っていうものがされているということで、実行行為線のところで、論書展開する必要があるということで、こんなふうになっているということですかね。で、実行の着手時期についても、あのところナンバリングって書いてあるんで、こんな感じですね。じゃあこんな感じで、答案構成っていうのはできていると。で、結果発生のところは大丈夫なんですかね。で、故意、結論っていうことですね。で、これ殺人未遂罪については、こんなナンバリングでなるよということになります。じゃあ次、殺人罪ということですね。殺人罪のところで、括弧1で実行行為性と。で、括弧2で結果と。で、括弧3因果関係と。で、括弧4で故意ですね。
で、最後で、結論ということですね。まあ、こんな感じになっていると。で、実行行為性のところを見ていくと、また、ナンバリングで、結論書当てはめ結論ということですね。で、結果、因果関係、故意ということですね。で、結論と。3のナンバー、これ最後結論で3のナンバリングでは問いに対する結論ということですね。で、3のナンバリングでは座位数について論じると書いてあるので、ここ座位数になりますね。ということで、まあ、こんな形でね、ナンバリングが出て、できてくるということですね。だからまあ詳しくは、その中身の方、詳しく、この記事を、ブログの方を見ていただければいいんですけれども、まあ、このブログに書いてあることに従っていった結果、こういうナンバリングになるということですね。で、まあ、こういうナンバリングになるっていうのもすごく大事なんですけど、それ以上に大事なのが、どういうふうにね、今この答案構成作ってきたんですけれども、どういう順番で答案構成ができたかっていうことを、まあ、見るっていうのがすごく大事なので、このね、順番っていうのも意識していただければいいかなと。まあ、どうしてこういう順番になるのかっていうのはブログの方を見ていただければわかるんで、そちらの方を見ていただければなというふうに思います。ということで、まあ、詳しいことはブログの方を見ていただいて、でそれをもとにどういうことが、どういう答案構成になるのかっていうのはこの動画で説明したので、ぜひね、そのブログとこの動画っていうのを行ったり来たりしながら、勉強していただけるといいかなというふうに思います。まあ、結構そのブログ自体もかなり長い記事になってしまって、なかなか読むの大変かもしれないんですけど、まあ、気が向いた時にでも読んでいただければいいかなというふうに思います。まあ、いきなりいっぺんに読んだりとかする必要もないですし、まあ、いきなり全てを理解しようとする必要もないので、まあ、何回かに分けてでもいいんで、読んでみて、こんな風に答案構成ってあるんだなということを読んでみていただければなというふうに思います。まあ、実際僕はどういう風に考えて答案構成をしているのか、問題を見て、どういう風にその書くべき内容を考えているのかっていうその思考過程をね、できるだけ文章にしようと頑張ったつもりなので、ぜひ、読んでいただければなというふうに思いますということですね。まあ、僕はね、その答案構成はすごく大事だって言ってるんですけど、まあ、答案構成についてね、いろいろ学びたいとか、その司法試験にね、どうやって合格するか学びたいっていうのは、僕はね、メルマガとかで詳しい話してるんで、ぜひメルマガの方も登録しておいてください。あとは、まあ、勉強でね、勉強する上でなんか質問とかね、わかんないこととかあったら、僕 LINE とかもやってるんで、まあ、メルマガに返信していただいたりもいいですし、LINE に直接しても、直接ね、質問してもいいですし、ということで、でそういう形でね、メッセージいただければな、というふうに思います。あとはね、このブログ、他の記事もあるんで、ぜひ他の記事とかも読んでいただければいいかなというふうに思います。ということですね。まあ、ぜひね、このブログとね、動画をリンクさせながら、勉強していただければなというふうに思います。ということですね。まあ、もしこの動画、良かったなとか、だったら、高評価とか、チャンネル登録とかしていただければなというふうに思います。ということですね。はい、ということで、まあ、今回たまには真面目にね、問題解いてみるということで、まあ、このブログの記事に従って答案構成やったらどうなるのかということでしたね。本当にこの答案構成の中身もなんですけど、順番っていうのは非常に大事なのでね、ぜひそれも本当に意識しておいていただければなというふうに思います。はい、では今回の動画はこれで終わりたいと思います。